なるほど。これは悪くない夜だ。風が良い、空が良い、何よりも遮るもののない広大な様が心地よい。カルデアとやらは狭苦しくてかなわんからな。さりとて我が大神殿を軽々に降臨させるわけにもいかん。さてマスター、数多の英霊を率いて戦い続ける者よ。この世後期の神王たるオジマンディアスに何やら用があるのであろう。許す、申してみるがいい。うん、要はそれをすでに知っているぞ。当世の風習だとニトクリスより聞き及んでいる。存外にまああれも愉快な色に染まってゆくものだ。もうニトクリスめには会ったか。まだであれば後で顔の一つでも見せてやれ。世の御ためだなんだと言っていたが、貴様のためにも用意しているであろうよ。あれはそういう女だ。天空の化身でありながら未だ人であり続けている。まったくファラオともあろう者が心配りなどと。大前自弱にあればよい。神々が世界の現れならばファラオもまた世界である。世界はあるがままにあるのみであり、ファラオもまた等しくあるがままに支配し統治する。まああれには難しかろう。悲しきクレオパトラ目にもな。何、イスカンダル。ああ、あの大男だな。あれはなかなかに悪くない。だがあれはファラオというよりは、いや、これ以上は言うまい。世はあらゆるファラオの頂点である。それで構わん。ニトクリスもクレオパトラもあれはあれでいい。世ならざる者がファラオであり続けるのは難しかろう。うん、長くなったな。世にばかり語らせる気か。許す、貢ぎ物、世に見せるがよいぞ。ほうほう、中南米の皇帝が口にしたとかいうものだな。苦味を甘味とともに練り上げて形作る菓子、チョコレート。無論知っている。世は現代知識の吸収にも余念がない。ふん、これはそうだな、ネフェルタリの喜ぶ味だ。うんうん、よし、褒めて使わす。貢ぎ物、世は大いに気に入った。これには貴様の思いが込められていると認めよう。大義であった、ゆえ褒美を取らす。かつての昔、ここでなき場所、今でなき時代、貴様の預かり知らぬ異世界での死闘があった。すなわち聖杯戦争である。世は大神殿最王に座して2期の英雄と相まみえた。正確には3期だが、まあ2期で構わん。かたや東大の聖剣使いたる青と銀の騎士、かたや東方の大英雄たる赤き号泣使い、
良き戦いであった。あの死闘の折、余が放った神獣スフィンクスの群れ、これはそれらを統率する王主、恐怖の父、荒ぶる炎と風、天空の化身、神王たる世にのみ与えられる神王の意の具現、その名スフィンクス・ウェヘム・メスウト、まあそれの子だ、愛らしいであろう。地上にあってファラオに不可能なし、万物万象我が手中にあり。無論ウェヘム・メスウトの子そのものではない、世の魔力をいくらか与えた分身のようなもの、よく愛玩しよく育てるがよい、世が許す。ニトクリスやクレオパトラには黙っていろよ。聞けばよくて失神、悪ければ霊気がきしむ。今宵は気分がよい。天を行く我が船にて夜空を駆けにでも参るか。うん、世は騎乗するものを多く持つ、何せライダーのクラスとやらで限界しているゆえに。では参るとするか。空へ。